皆さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回は皆さん卒服はもう決まりましたか？はい、ということでですね、今回は小学校の卒業式に着る卒服についてお話ししていこうと思います。イエイ。はい、ということでこの動画は小学6年生の人とか来年卒業式があるよという方にしか需要がない動画なのかなって思うんですけど、今回は私が実際に6年生の時に着た卒服のこととかおすすめの卒服とかをね紹介していこうと思うので、ぜひ気になった方は最後まで見ていただけると嬉しいです。でもう3月ということで、もうねほとんどの方が卒服決まっているかなって思うんですけど、よかったら来年卒業式っていう方とかね参考にしていただけると嬉しいです。ということで早速やっていきましょう。それではスタート。はい、ということで紹介していきます。ちなみにこの動画はお母さん世代の方とかにもね見ていただけたら嬉しいです。で、ちなみに私の着た卒服の写真が家の中でちょっと探していてあったので、まずそちらを見ていただきたいと思うんですけど、私が着た卒服の写真はこんな感じ。はい、こんな感じでね何枚か見ていただいたんですけど、なんかママは写真のデータとか持っていたりとか、あとスタジオで撮った写真とかもねあると思うんですけど、ちょっと私が探したのでどこにあるかわからなくて、なので写真を iPhone で撮ったみたいな感じだったので、すごくね写りは悪いかなって思うんですけど、こんな感じで私は袴を着ました。ピンクの袴を着たんですけど、私の友達とかも結構袴を着ている人がいたりとかして、私も袴を着たんですけど、私は袴がすごくおすすめです。なぜかというと、袴って制服っぽい服だったら、まあ、いつでも着れると思うんですけど、袴って着れる機会がないのですごく特別感があるし、写真で撮っても映えるし可愛く着られるし、すごく特別感があっておすすめです。なので私は袴にしました。最初は制服にしたいなと思っていたんですけど、ママとか家族にすごく袴にした方がいいって言われたので、最初はすごく袴にするのが嫌だったんですけど、袴にして今はすごく良かったなと思っています。で、袴はなんか着やすいものとかもあったりするんですけど、私が着た袴は本当に着物みたいな感じだったので、朝結構早く起きないといけないし、引き付けとかやってもらったりとか髪の毛とかやってもらったりとか結構大変だったし、で式もだいたい2時間ぐらいあるのですごくお腹もきつかったり、あと階段登って卒業証書をもらったりするっていうのがすごく大変だったんですけど、でも写真とか見返すとすごく袴にしてよかったなと思っています。袴のデメリットとしては最初にも言ったんですけど、着付けが結構朝早くから行かないといけないっていうのと、式の最中お腹がきつくなっちゃったりするっていうのとか、あとトイレに行きづらいとかあるんですけど、トイレに行く時とかはトイレに行く時のやり方とかも教えてもらえるし、着付けもちょっと朝早く制服とかの人とかよりは早く起きないといけなかったりするんですけど、髪型とかもやってもらったんですけど、まあ、デメリットはこんな感じになっています。でメリットはやっぱり写真にも映えるっていうこととか、あと思い出になる、あと特別感があるっていうことがメリットだと思います。他にもねデメリットメリットはあると思うんですけど、私の思った感じはこんな感じです。で着付けがねきついっていうこともあったんですけど、まあ、今結構少なくマジックテープで留めたりするタイプのものとかも売っていたりするので、そういうものとかも調べてみるといいと思います。で制服のメリットもあると思うんですけど、私最初制服で行く予定だったので、まあ、制服といっても中学校の制服ではなくて制服っぽい服っていうのかな、そういうので行く予定だったので、そういう服を買っていたんですけど、まあ、その服は卒業式では着なかったんですけど、普通に普段写真撮影の時とかしたっていう感じなので、制服を買っても良かったんじゃないかと思います。で制服のデメリットとメリットは、まずデメリットなんですけど、特別感がないっていうことと、まあ、いつでも着れるっていうことと、あと写真映えはあまりしないかなっていう感じです。まあ、制服って言ってもいろいろあると思うんですけど、坂道系のワンピースっぽい制服だったりとか、あとは個性的な制服とかもいろんなブランド見ていったら
たくさん売っているので、そういうところで個性を出せるんじゃないかなって思います。なんかね、制服の子もたくさんいたんですけど、みんなそれぞれ全然違う制服だったりとかして、すごく可愛かったです。で、制服の場合は長く着ていても疲れないし、いいんじゃないかなって思います。はい、制服のデメリットメリットはこんな感じです。で、制服でも袴の場合でもそうだと思うんですけど、いろんなね、ところにたくさんいろんな柄とか売っているので、たくさん見て一発でパッと決めちゃわないで、結構長めに見て、たくさん見て自分の好きな柄とか決めると、個性的なものを着れていいんじゃないかと思います。で、私はピンクが好きだったので、ピンクの袴に白地にピンクの花柄の着物を着たっていう感じです。で、あと髪型は普通にハーフアップみたいな感じで、リボンをつけるみたいな感じの髪型にしていると思うんですけど、私は最初アップにしたいと思っていたんですけど、ママがハーフアップと言っていたので、ハーフアップになったっていう感じです。髪型も制服とは違って、いろんな髪型アップにしたりとか下ろしたりしたとかしてもすごく可愛いと思うので、本当に袴はおすすめです。袴は本当に写真を撮っても映えるし、すごく思い出になるのでいいと思います。で、なんか袴が禁止の学校とかも結構多いと思うんですけど、私の学校は禁止とかは全くなくっていう感じでした。でも袴禁止の学校は制服とかで可愛いものとかを見つけて、ちょっと違った感じで個性を出すのも可愛いんじゃないかなと思います。で、なんか袴禁止って言っても普通に袴着て出る人もいると思うんですけど、私の卒業式はこんな感じでした。卒服は本当に一生の思い出になるので、たくさん見て可愛いものを探して自分のお気に入りのものを見つけるといいと思います。はい、こんな感じで卒服のお話は以上です。はい、ということで今回は小学校の卒服のお話についてを紹介してみました。私は袴がすごくおすすめなので、ぜひ皆さんも自分の卒服探してみてはいかがでしょうか。で、私小学校の時に卒服で袴を着たんですけど、すごく可愛かったのでまた履きたいなと思っています。で、靴とかはブーツとかを買っておくといいと思います。で、今年は3月卒業式があるかないかわからないっていう学校もあったりするし、コロナウイルスでね、卒業式の時間が短くなったり、保護者の方が来れなくなったりしている学校もあると思うんですけど、ぜひ卒業式あるよっていう方は強く思い出になるので、ぜひ楽しんでください。で、ちなみに私卒業式の日は泣かなかったです。なんかね、泣いている子もすごく多かったんですけど、私は泣かなかったっていう感じです。ということで、この動画が皆さんの卒服選びの参考になったら嬉しいです。ちなみにこの動画もうちょっと早くアップしたいなと思っていたんですけど、ちょっとね、卒業式ギリギリになったということで、来年卒業式があるっていう方の参考になったら嬉しいです。もしまだ卒服考えてないっていう方がいたら、ぜひ自分の卒服考えてみてはいかがでしょうか。ちなみに私は結構早めに卒服を選んでっていう感じでした。ということで、この動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。小学校の時しかできない卒服選び、ぜひ楽しんでください。中学校になるともうほとんどの学校が制服だと思うので、個性を出したりすることができないので、ぜひ小学校卒服は楽しんで選んでください。で、袴は小学校できなかった時は中学校とかでは着れないと思うんですけど、高校は私服の学校も結構あると思うし、大学生になったら袴を着ている人もたくさんいると思うので、着れなくても小学校の卒服は普通に制服とかでも袴を着れる機会はあると思うので、ぜひ自分の好きな卒服考えてみてください。ぜひ今年卒業式とか来年卒業式っていう方は楽しんでください。ではバイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。